他のカバンを探すことをやめた。コンパクトに握りやすい、持ちやすい、すごくコンパクトで軽いんですよ。どれだけその量が減ったとしてもこれ1個でいくっていう感じです。はい、どうも食です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで前回から日が空いた、今回はカバンの中身を紹介したいと思います。そう、最近持ち歩いているものっていう感じで紹介していきたいと思うんですけども、3時間前にですね、ちょっと物販の方でお世話になっている野口さんとちょっと仕入れに回ってたんですよ。で、その時にですね、暑いっすよね。ひげ剃るとさ、ちなみにめっちゃ荷物少ないですね。そう、ミニマリストちょっと見てもいいですか？どうぞ。そうそう、あ、カードケース、普通のお札で、コインケース、え、以上ですか？以上。まあとちょっとレシートがあるぐらいで、あ、仕入れた、あ、仕入れたやつですね。で、あとまあスマホがあっていうぐらい。少ないですね。え、これで困ったことないですか？ない。あ、ないですね。これがあれば。なるほど。暮らしげる。やばいですね。ちょっと僕より全然ミニマルじゃないですか。でしょ？はい。じゃあもうあれ、ミニマリスト返上したほうがいいですね。ちょっと反省ですね、これは。俺がミニマリスト。私が見えられてた。パソコン作業とかあるじゃないですか、うん、ノマドしたりとか、そういうのしないですか？まあ、俺はノマドしないんで。ああ、しないですか？そう、もうパソコンは家で、うん、へえ。家だと集中できないっていうじゃん、うん、でカフェでやるっていう、うん、僕は逆で、うん、家の方が集中できるんで。そうなんですか？なるほど。外はもう外出るとこ、はい、出るとこ、外は出るとこ。そうそうそう、まあ、別にスマホでも仕事できるし。あ、まあまあそうですよね。そうそうそう、反省します。した方がいい、反省した方がいい。自意識過剰になってましたね。ミニマリストって名乗っちゃダメ、名乗っちゃダメ。っていうことがありまして、そう、なんか今からこれ紹介してなんかミニマリズムなーって言っていいのかどうかっていうのがちょっと自信をちょっとなくしちゃってるような感じなんですね。そうそうそう、まあでも野口さんも普通にこう仕事の時はもうちょっとパソコンだったりしっかり持っていくよと、カバン持っていくよという話をしていましたので、僕は僕で、ね、その他人と比較をせずに最近僕が持ち歩いてるものってことでちょっとシェアをしていきたいと思います。そうなので、まあこの動画を見てくれて、だからその参考になったりとか、まあ単純に楽しんでくれたら嬉しいです。はい、ということでやっていきたいんですけども、こちらですね、エースさんというところから出ているガゼタブルバッグっていうやつですね。はい、これ最後に買ったのがちょっといつか忘れちゃったんですけども、買った時から、あ、もう他のカバンはいらないやというふうに、まあ、本当に思って、それからずっとこのカバンを使っているっていう感じなんですね。まあ、といってもまだ2年も経ってないんですけども、そう、これずっともうこれ買った瞬間から他のカバンを探すことをやめたっていう、まあ、そういうガゼタブルバッグになります。そうで、なんでこれがいいのかっていうと、そう、ちょっと後でまた説明しますけども、この13インチの MacBook がこうやって、まあ、ほぼぴったりサイズなんですよ。それぐらいやっぱこのカバンの面積が小さいんですね。でもこうやって厚みも程よくあるわけなんで、何かこう急な、なんかお土産をもらいました、プレゼントもらいましたってなった時にこれを入れたりとか、あとはその旅行12泊する時に洋服をだったり主体を入れますよね。でその時にも、まあ、入れられるということですね。ぴったんこ簡単で入れられると。エースさんから出てるやつは本当にちょうどがいいんですよ。そんなので、まあ、これを使っていますということで、はい、前置きが長くなりましたけども、早速中身を見ていきましょう。じゃあ早速こちらの外側から見ていきましょう。まずこちらですね、はい、リップクリームが入ってます。リップクリーム、冬になると唇乾燥しちゃうのでこれはもう必需品です。そして、こちらにはよいしょ、はい、こんな感じで、スマホと財布が入ってます。スマホと財布が入ってますと、はい、で、こちら外側は以上です。まあ、ここはよく、まあ、一番外側にあるのでアクセスしやすいやつがいいなと思って、これを入れてます。で、その次ですね、2層目、あ、ここですね、ここにポケットがあるんですけども、こちらは、はい、こちらですね、カードケースを入れてます。 HMNY さんというところから出ているこれじゃカードケースです。こちらのカードケースの特徴はこのカードとサイズがほぼぴったりっていうやつなんですね。そうなのですごいこれもコンパクトなんですよ。でもただ面積はコンパクトなんですけども厚みはしっかりあるというところで、その10枚ぐらいこのカードは入るんですよね。けどもこの面積は小さいので少ないので、すごくコンパクトに握りやすい、持ちやすい、そして外の表面の肌触りも最高なんですよ。その柔らかさな感じで、そうなのでこれはすごく気に入っているアイテムです。まあ、なのでそれがここに
入れてます。はい、で続きましてこちらこういう風になってパカーンって、ちなみにですねここの10個外すとこっちパコーって開く、このアクセスの良さですよ。はい、というところで、でここにポケットがあるんですけども、ここにはですね何も入ってないですね、何も入っていません。でこの2つ、ここにまた収納スペースがあるんですけども、ここにははい、まずこれですね、MacBook 用の充電ケーブルですね、 USB Type-C の充電ケーブルで、あとはこれですね、ラブパワーさんというところから出ている、これも何でしょう、なんとかニウム充電器っていうやつ、窒化ガリウム充電器とかやつですね、純正のやつよりも重さは半分だった気がします。そう、すごくコンパクトで軽いんですよ。なのでこれを持ち歩いています、この中に入れてるっていう感じですね。で、あとははい、ここですね、 AirPods Pro ですね、はい、こちらも入ってます。でこれはもう、移動中に電車の中とかでノイズキャンセリング機能を使って、別に音楽は聴かないですけども、ノイズキャンセリング機能だけをつけて電車に乗ったりしてます。そう、めちゃくちゃこう騒音がシュンって静かになるので、まあゼロにはならないですけども、すごく静かになるので、これはすごく、常備をしています。はい、で、ここのスペースが終わりまして、あとはこっちの下のスペースなんですけども、下のスペースは特に何も入ってないですね。まあ、本来であればここですね、お財布がこうぴったり入るスペースがあるんですけども、持ち歩く機会がすごく少なくなったので、そう、まあ、今日は入れてないですね。はい、ということで真ん中、この中は以上ということです。次はですね、この背中の部分の層があるんですけども、そのまま、はい、こうなってまして、ここにノートパソコンを入れています。と、一度はこれを手放して iMac 1台でっていう風にやったんですけども、やっぱり自分は家の中で集中が続かなかったんですよね。そう、なので、外に行って例えばカフェで作業するってなった時用のこのノートパソコンだったりとか、あとは旅先だったり出張先で動画編集もしたいしっていうことで、これはまだ買い戻したという形になるんですね。そう、なので、これを、カバンの中に入れています。そう、ということで、まあ、今日持ち出したカバンの中に入れていたアイテムたちというのはこれになります。完全にオフの日があって、その日はもうパソコンで作業とかも一切しませんよってなった時は、このパソコンだったり充電器だったり、この充電ケーブルっていうのは、まあ、外に持ち歩かないわけなんですけども、そういう時でもやっぱりこの中に入れていくんですよ。そう、なんでかって言ったら、カバンこれ1個しかないからですね。そう、なので、これはもうオンもオフも、どれだけその量が減ったとしてもこれ1個で行くっていう感じです。はい、ということでシェアしましたけども、いかがだったでしょうか。そう、まあ、やっぱ今日ちょっと野口さんとお話しして、やっぱあすごい少ないなみたいな、スマホ1台ですごい仕事できるしみたいな言われた時に、そう、やっぱりその動画編集っていうものをもっと身軽にやりたいなっていうふうに思いましたね。今ちょっとこのパソコンで動画編集をやっているわけなんですけども、それをまあスマホだったりとか、まあ、タブレットだったりとかでこうサクサクってできるようになったらもっといいかなって思いますね。そう、まあ、ただその僕の場合結構こだわっちゃったりしますんで、そう、まあ、そういったこだわりもどんどん手放した方がいいのかななんて思いながら、そう、もっと撮影とか動画編集環境とかっていうのもどんどんシンプルに、でも内容は濃くお伝えしていくみたいな感じで、僕もちょっとこれからどんどんブラッシュアップしようかなって思いました。どう変化していくのかっていうのが、また、まあ、その変化が見えたなと思ったら、またあの動画でシェアさせてもらいますので、ぜひ楽しみにしてくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。